お待たせいたしました。一丸となってひたすら勝利を目指します。第2回戦の模様をお届けいたします。一塁側パワフル、三塁側日野。観客に見送られて守りに散りました。さあ2回戦プレイボールです。右の藤田マウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。1回の裏パワフル攻撃に入ります。トップバッターは中川。第9球投げました。完全に外れた。ボール。さあ次の投球投げた。直球ストライク。第3球を投げた。ボール。第4球を投げた。打ちました。いい当たり。破った。あっとこいつ中川一塁回って二塁へ。中川ナイスバッティングです。パワフル追う展開で迎える3回です。バッター中川。マウンド上ピッチャーは藤田。投げた。打ちました。初球打ち右中間へ上がった。ワンバウンドヒットになった。センターからセカンドへ。中川ツーベースヒットを放ちました。パワフル同点。パワフルこの回1番からの高打順になります。先頭バッターは中川。第9球初球見送ってストライク。まずは見送りました。第2球投げた。ボール。投球は3球目投げました。外れた。ボール。第4球を投げました。4球目空振り。追い込んでから投げました。打ちました。これはサード真正面。あっと弾いた。篠崎今拾った。記録はサードのエラー。サードのエラーです。さあ同点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面でバッターは1年生柴田。第9球投げました。初球落ちました。あっと抜けた。センターバックホーム。柴田いいバッティングを見せました。パワフルなおもチャンスが続いています。第9球初球打った。打球は三遊間へ。セカンドフォースアウト。アウト。ダブルプレイ。スリーアウトチェンジ。今日2回目の併殺でこの回を終えました。前半が終わりまして4対3です。パワフルここは踏ん張りどころ。ワンアウトランナー二塁という場面でバッターは2年生秋広。今日はここまで3打数ノーヒット1三振。マウンド上は柴田。第2球投げました。打ったこれはいい当たりだ。打球はそのまま伸びていく。ホームランだ。ホームラン。ツーランホームラン。白球は無情にもスタンドへ。チームメイトが迎えます。ワンアウトランナー一塁二塁という場面でバッターは2年生川村。今日はここまで3打数2安打。パワフルここで伝令を送りました。マウンドに選手が集まっています。パワフル今日2回目の伝令を送ります。マウンドに選手たちが集まっています。第9球投げた。見送ってボール。第2球投げた。2球目ストライク。第3球を投げた。決まってストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。次は4球目投げた。外。空振り三振。バッターは2年生古山。今日はここまで3打数ノーヒット。直球見送ってストライク。第2球投げた。ムービングファースト空振り。第3球を投げました。アウトコース。空振り三振。バットが空を切りました。6回の表が終わって6対3日野リードを3点としています。パ
ワフル追う展開で迎える7回です。ノーアウトランナー1塁という場面でバッターは2年生柴田。ピンチヒッターは谷口。さあ究極の思考が今解き放たれようとしています。第9投げました。ボール。まずは膝元。投球これから2球目。ストライク。第3球を投げました。シンカー見送ってストライク。次は4球目。外角。空振り三振。打順は1番に帰って中川。天才がさらなる成長を遂げることができるか。第9球インサイド見送ってストライク。まずは見送りました。第2球投げました。高め。直球は外れてボール。第3球を投げました。アウトロー。ボール。第4球を投げた。ストレート見送ってストライク。次は5球目。胸元へズバンと決まって見逃し三振。さあ思考を研ぎ澄ませていきます。投げた。1球目ストレート空振り。タイミング合いません。第2球投げた。ランナーかストライク。少し意識しすぎたか。第3球を投げた。打ちました。ピッチャー返し。抜けた。松本ナイスバッティングです。さあチャンスを広げました。ここまで2安打の柴田。さあ持ち前の強心臓が力を発揮するのか。投げた。ボール。第2球打った。破ってった。レフトバックホーム。柴田いいバッティングを見せました。今日これで4打数の3安打。さあ持ち前の強心臓が力を発揮するのか。第9球初球空振り。第2球投げました。ストライク。タイミング合いません。追い込んで投げました。一つ外してボール。さあ4球目外外れてボール。第5球投げました。打ちました。取ってこれで3アウトチェンジ。パワフル満塁のランナー残塁。7回までが終了しまして6対3です。追う展開で迎える8回です。ノーアウトランナー1塁という場面でバッターは1年生村田。第9球投げました。初球はストライク。まずは見送りました。1球目ストライクから第2球見送ってボール。投げました。高め見送ってストライク。第4球を投げた。空振り三振。インコースの変化球にやられました。藤田降板。左の徳山今日2番手としてマウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。さあお祭り男の本領を発揮することができるのか。投げた。初球ナックルカーブ空振り。第2球投げた。このボールも空振り。バッター追い込まれました。第3球を投げた。外れた。ボール。第4球を投げた。ストレートはボール。さあ投球は5球目。インコースストレートは外れてボール。投球はこれから6球目。打ちました。第7球を投げました。打ちました。三遊間の打球二塁送球二塁フォースアウト。これでツーアウト。ランナーは一塁変わりません。さあ持ち前のファイトが前面に出てきました。第9球投げました。見送ってストライク。第2球投げました。まっすぐ見送ってストライク。早くも追い込まれています。追い込んでから第3球を打ちました。右中間へ持っていきましたが抜いた。一塁ランナー二塁を回った。中継ランナー二塁でストップ。秋山いいバッティングを見せました。さあチャンスを広げました。
持ち前のファイトが前面に出てきました。投げました、打った、第2球投げました、ボール。投げた、見送ってボール。第4球を投げた、サークルチェンジはストライク。さあ投球は5球目、ボール。さあ6球目、見送ってフォアボール。これで塁が埋まりました。今日2本のヒットを放っている中川。第1球投げた、初球から打ってった、センターへ上がった、取りました。これで3アウト。パワフル満塁のランナー3人残塁。8回の裏が終わりまして6対3です。日野リードで迎える9回です。ツーアウトランナー1塁という場面でバッターは2年生日野。おーっとキャッチャー取れない、そして今拾い直した。ツーアウトランナー2塁に変わります。第2球投げた、2球目空振り、少し迷ったか。第3球は打ちました、内野ゴロ。村田ボールを取る、村田自らベースを踏んで3アウト。日野セカンドランナー残塁。9回の表が終わって6対3です。パワフル、この回は2番からの好打順。先頭バッターは松本。第1球投げた、初球決まってストライク。まずは見送りました。第2球投げました、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、松本ナイスバッティングです。バッターは1年生柴。第1球ストレートはボール。第2球投げました、空振り、少し意識しすぎたか。第3球は見送ってストライク。バッター追い込まれました。次が4球目、投げました、打ちました、ファールボール。投げました、打った、一、二塁間のゴロ、あっと弾いた、日野フォロー、一塁へ送る。徳山取ってアウト、ワンアウトランナー二塁に変わります。第1球投げました、ボール。投げた、外れた、ボール。第3球を投げた、ボール。次が4球目、投げた、ナックルカーブ、外れてフォアボール。徳山ストレートのフォアボールを与えます。さあ究極の思考が解き放たれることになるか。第1球ランナー動いた、ダブルスチール。第2球ダブルスチール完工、打ちました、ヒットエンドラン、ファール。追い込んで第3球を、あっと引っ掛けた、これは内野ゴロ。一塁送球、ヘッドスライディング、気迫を見せましたがここは及びません。第1球投げた、見送ってボール。第2球投げた、内角、直球は外れてボール。第3球を投げました、サークルチェンジはボール。投球これから4球目、内角ボール球打った、ライナーだ、ヒット。中継、パワフル、点差を2点に縮めました。徳谷降板、左の鈴木、最終回2点差でマウンドに上がります。期待しましょう、注目の投球です。7番レフト柴君。第1球投げました、変化球ストライク、外角高め。初球空振りから、これも空振り、なんとか意地を見せてほしいところです。第3球を投げました、低め、空振り三振、パワフル、力を及ばず敗れてしまいました。残念ながら2回戦で敗れました。